里崎チャンネル。じゃ、里崎チャンネル緊急ニュース速報ということでですね、今朝の報道でですね、6月19日をまあ目安にプロ野球を開幕していこうっていうニュースが出てきてますけど、それにあたってですね、この里崎チャンネルですね、詳しく、さらに、切り込んで皆さんに、お届けしたいと思います。ということで今日は隣に袴田さんいません。今日は一人でやりますけど、皆さん袴田さんいませんけども、最後まで聞いてもらえればと思います。まあ、6月19日に、まあ、プロ野球開幕を、目指そうというところで、日本のプロ野球界もやっぱり開幕したいと、台湾も開幕して、韓国もプロ野球開幕してですね、まあ、アメリカもですね、7月上旬に向けて、開幕していこうっていう、まあ、進み具合の中で、まあ、日本も、何らかの手を打たなきゃいけないと、何らかの指針を出さなきゃいけないというところで、この6月19日、開幕に向けっていうところが、まあ、報道発表されたと、まあ、思うんですけども、まあ、これは、まあ、なんでかっていうところを考えていきますと、これ なんで6月19日なのか、多くのプロ野球ファンの皆さん気づいてる方いるかも分かりませんけどもですね、まあ、今年のシーズンですね、今までの発表で言うと、まあ、交流戦はまあ、中止にしようと。で、オールスタークライマックスシリーズは、まあ、まだどうなるか分かんないっていう不透明な、ところに出てますけどもですね、まあ、交流戦は中止っていうところを考えるとですね、交流戦までの日程は、まあ、全て白紙になってスケジュールを新しく組み直すことは今から考えるとなかなか難しい。そうなってくるとですね、6月14日、もし通常通り2020年が開幕していたら、6月14日の日曜日に交流戦最後の日で、6月19日からもともとのセ・リーグ・パ・リーグのレギュラーシーズンが再開されるっていうスケジュールを、まあ、2020年通常通りだったらもともと組んでるんですよね。でそう考えると6月19日より前にコロナの影響も受けて開幕をスタートするっていうのはもうなかなか難しいと。そこからスケジュール1カード2カードぐらいを組んでやるっていうのは、まあ、ホテル球場なども含めて、新たに組み直すのは難しいと。で基本的には今の多分 NPB の考え方っていうのはですね、2020年のレギュラーシーズンを元にスケジュールを組んでどっから始めようかっていう、まあ、元のスケジュールはまあそのままで、どっから始めようかっていうところで、もともと終わるシーズン最後のところから新たに付け足していくっていうのが多分一つのまあやり方っていうか進め方になってるとは思うんですけども、まあ、なのでですね、6月14日に交流戦が通常なら終わってたと。で6月19日に通常ならセパともにレギュラーシーズンが再開されてるっていうところでですね、この6月19日なぜなのかっていうと、この6月19日が、まあ、一番交流戦明けでスムーズにスタート切りやすいっていうところで、まあ、この6月19日に再開めど、開幕めどっていうところの、まあ、報道が出たと思うんですけども、まあ、これをどう捉えていくかっていうところで考えると、この6月19日をもし開幕するのに向けて目指していくことを考えればですね、一番何が重要かっていうとですね、5月の14日に緊急事態宣言が解除されるっていうところが僕は一つの目安になるんじゃないのかなと。この6月19日開幕っていうところの、まあ、全てはこの5月14日に緊急事態宣言が解除された場合のスケジュールだと思うんですよね。でまあ最近で言えば楽天がねずっと練習中断してましたけども、まあ個人練習っていう形で、楽天も練習再開しましたし、これで多分12球団個人練習っていう形では全部再開されてると思うんですよね。でその中でですね、5月の14日に緊急事態宣言が解除されて、でそこからまあ5月半月かけてチーム練習を再開して、で6月頭ぐらいから練習試合っていうのまあオープン戦をまあ2週間ぐらいやって、で6月19日に開幕しようっていうところが、まあ、NPB が発表したこの主なスケジュール考えだと思うんですけど、だからまず一番もですね、この5月14日に緊急事態宣言が、まあ、日本全国ですね、まあ、今の状況で言えば各都道府県で感染者が出てないところだったりとか、新しく出てないっていうところの都道府県はちょっとずつこの
まあ、行動規制とかいろんなことが緩やかになって解除されていく部分も、まあ、あの日に日に出てくる都道府県あると思いますけれども、この、まあ、プロ野球は全国でやっているわけですし、こう移動もしなきゃいけないですから、この全国の緊急事態宣言が5月14日にある程度、まあ、全部じゃないですけどある程度解除されて、行動制限がどんどんなくなっていくっていうところを想定した6月19日だと思うんですよね。だこれが万が一5月末まで緊急事態宣言が解除されずに進んでいくと、まあ、なかなか6月19日も難しくなると。で、まあ、あの過去の動画がですね、まあ、ここに出てると思いますけどですね、まあ、過去の動画で、まあ、あの佐々木チャンネルで佐々木がこの開幕するためにはどういうふうなパターンがあるのかっていうところで、まあ、4つのパターンを示して、皆さんにお届けしたと思いますけども、まあ、今後もですね、この5月だから5月14日が一番キーポイントになると思うんですよね。でそこの5月14日の政府の判断がどうなるかによって、この6月19日がまあ最短ですね。日本のプロ野球が開幕するのに最短6月19日を目指すっていうところが、まあ、今回の報道になったと思うんですけどもですね、まああのまあ、多くの、ね、プロ野球ファン、そして僕らプロ野球、まあ、OB、 そして報道関係者すべての皆さんですね、まあ、なんとか早くプロ野球を開幕したいっていうところもあると思いますけども、まあ、あのその中ではあの、まあ、3密 の、 あの話題もあのここでですね、あの佐々木が喋っていったと思いますけど、まあありとあらゆる、可能性を排除しながら、防ぎながら、進めていかなきゃいけないっていうところで、まあ急ぎたい気持ちも分かりますけど、急ぎすぎてもいかないし、でもゆっくりしすぎてもいけないし、まあ難しい判断となっていってますけども、まあ交流戦、通常なら交流戦明けの6月19日金曜日から、プロ野球が開幕できれば、まあNPB としてもプロ野球ファンとしても、あと12球団、うん、関係者選手たちにしても、まあ、一番いい方向性なのかなと思いますけども、まあ、全ての判断はですね5月14日までに、まあ、政府がどういうような判断をして緊急事態宣言をどうクリアしていくかっていうところが開幕するかどうかの問題だと思います。さあということでですね、佐々木チャンネル緊急速報っていうところですね、今日お伝えしましたけどですね、やっぱりあの一人でまあ喋ることもそんなに不安じゃないですし、まあ喋るっていうことはできますけど、やはりあの袴田さんが隣にいてくれるとの掛け合い、っていうのがある方が、まあ、やっぱりやりやすいなと思いながら今日喋ってきましたけど、まあどうですか皆さん、一人で喋ってみて、まあ今日朝のねニュースで知ったことなので、まあありとあらゆる可能性と状況、なぜこういう判断になったのかっていうところをまあ深掘りして喋りたいなと思ってこの動画を撮ってますけども、一人でどうですか、一人で10分間喋り続けて、見応えあるのか見応えないのかよく分かりませんけども、まあ今がね、あの不要不急の外出なくスムーズに動けるんであれば、まあ袴田さんも僕もお互い時間があればちょっとね集まって撮るっていうこともできたとかもわからないですけども、まあこういう事態になってますし、今日はあの自宅からやってきましたけどですね、皆さんにどう伝わってるかわかりませんけど、まあ楽しい動画になってくれることを祈りたいと思いますけども、あそれとですね、明日からですね、すごいあのまだ企画思いついてですね、まあこれはもう袴田さんと2人で、しっかり収録してるんですけどもね、あのすごいまた皆さんが楽しめるあのお題を考えて、楽しい動画をできるのをですね作ったのがあるんで、明日ですね、明日の夜7時15分ぜひチェックしてもらいたいですね、必ず皆さんが楽しめる動画になってると思いますし、その後はですね、去年の秋ぐらいから言ってたと思うんですけども、各球団の、スカウト、編成、どこが一番しっかりしているのかっていう企画をですね考えて、今すごいあのいろいろ調べてですね準備中なんで、それを楽しんでもらえたらなと思います。ということで、6月19日プロ野球開幕するのか、そして5月14日ぐらいに、緊急事態宣言が解除されるのか継続されるのか、ここを見ながらですねプロ野球界の、動向をチェックしていくと、まあ、よく分かりやすいかなと思います。ということで佐々木チャンネル佐々木智也でした。それじゃあ。